こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は、新セミリタイア戦略月収30万円の途中経過3ということで、僕自身はですね、月収30万円というのを目指して、まあ日々頑張っているんですけども、まあその途中経過をですね、3ヶ月ごとにこうやって動画でご報告しているというところで、今回はそれの3番目の動画というところになります。ということでね、早速始めていきます。ということでね、今回はこのような目次で進めていきたいと思います。では早速始めていきます。まず最初にですね、旧と新のセミリタイア戦略の違いということで、まずね、旧セミリタイア戦略というのは生活費10万円、そして資産収入5万円、労働収入5万円、そして、戸建てを買っていたのでそこに住んで、まあ、生活していくというような戦略で、もう今年の4月には仕事を辞めているというような感じだったんですけども、まあ、そこからですね、まあ、ちょっと変わって新セミリタイア戦略というものに移り変わっています。新セミリタイア戦略の方は生活費、まあ、20万円と見込んでいて、まあ、お給料以外の収入、これはね、資産収入も含まれるし、労働収入も含まれます。そういったものを合わせて30万円稼ぐといったところで、それが完成したら仕事を辞めると。まあ、そういった感じのね、戦略になっています。で、今回はね、この給与外収入30万円の今のところどういった途中経過なのかというところをご報告するというところですね。では早速ね、現状どのようになっているのか見ていきます。こちらがですね、現状の給与外収入というところになります。1月から9月までの給与外収入載せています。まあ、こうやって見てもらうとですね、給与外収入が徐々に増えてきているんではないかなというふうに思います。やはりですね、まあ、7月以降からですね、売電収入というのが入ってき始めて、それによってですね、給与外収入というのが増えてきたというのがわかるかなというふうに思います。今後はですね、この売電収入というのも冬場になってきて下がっていくので、まあ、今後はですね、配当金とか、他の部分をですね、もうちょっと大きくしていきたいなというふうに思っています。配当金であればですね、そういった天候とかにも左右されずにですね、毎月ある程度はですね、一定の、お金が入ってくるということですので、次はですね、配当金育てていきたいなと思ってます。ということでですね、4月から9月の振り返りやっていきます。まず7月ですね、滞納分の家賃がちゃんと入金されましたということで、戸建てに住んでいる方からですね、家賃の滞納というのがあったんですけども、それがですね、ちゃんと7月には入金されて、6万円分ですね、一気に振り込まれました。そして7月は太陽光の売電収入が開始されて、太陽光を買った際の借金というのの返済も開始されました。そして、それに伴ってね、太陽光の事業者ということで、開業届、そして消費税事業者の届出を提出したというところになります。そして8月になりまして、旧セミリタイアで住む予定だった戸建てを解体しました。戸建て自体はですね、450万というところで売れるということになったわけなんですけども、まあ解体してお渡しするというのが条件だったので、まあその450万円の中で、解体をして、売ったというところになります。で、JEPQ をね、熟知購入というところになります。で、9月はですね、戸建てを無事に売却完了して、ここでですね、200万円ほど、現金が入ってきました。で、そしてね、JEPQ を4口購入しました。そして、今ね、お貸ししている区分マンション、こちらのですね、エアコンの機器が悪くなってきたということでしたので、そのエアコン工事を行ったというところになります。7月から9月の月収30万円を作るための活動状況としては、まあ、こんなところかなというところになります。では次はですね、今後の3ヶ月間、10月から12月の予定というところを見ていきます。ではですね、10月から12月の予定、ちょっとね、タイトルは振り返りとなってますけど、10月から12月の予定というところでお話ししていきます。まずですね、10月はですね、退去物件のリフォームしなくちゃいけないかなというふうに思います。8月でね、退去されたんですけども、その分のリフォームはですね、まだできてないので、それをしなくちゃいけないのかなというふうに思ってますけども、まあ、ちょっとね、まあ、時期が管理会社の方に任せている部分があって、未定というところがあるので、ちょっとね、ハテナマークつけています。そして管理会社さんの方からですね、入居者の案内をしたというようなご報告があったので、まあ、それがね、実際にどうなったのか、住まわれることになるのか、それともね、断られたのかっていったところをね、もうちょっとしたら確認してみようかなと思います。そしてね、10月は JEPQ、配当金を先ほど育てていくと言ったんですけど、JEPQ を購入していく予定になっています。で、11月ですね。11月もですね、JEPQ の購入というのは変わらずやっていきます。そしてですね、
先ほど退去された物件の裏側にですね、もう一棟物件があるんですけど、それの買い付けというのもですね、まだ進んでなくて、それが35万円ほどの2階建ての戸建ての物件なんですけど、それもですね、そろそろ購入しないといけないんじゃないかなと思うんですけど、まだその話がね、なかなか先に進まないので、とりあえずはてなマークをつけています。まあ、これがですね、10月から12月の間に買い付けして実際購入するという流れになるんじゃないかなと思います。で、12月はですね、JEPQ の購入予定ということで、まあもう年末に差し掛かってくるので、基本的には、JEPQ を買いながら今ある物件をどうしていくのかっていうところがメインの活動になってくるのかなと思います。というわけでね、最後まとめていきます。今回は7月から9月どういった活動をしてきたのかという報告動画というところになりました。この3ヶ月ではですね、太陽光の売電収入がちゃんと稼働したっていうところがですね、まず 1つ目の大きなポイントかなと思います。次に2つ目が、僕自身が旧セミリタイヤで住む予定だった戸建て、家をですね、売却できたというのがね、大きいポイントかなと思います。まあ、この2つによってですね、まず給与外の収入の1つが確保できた。もう1つはですね、家という資産をね、生み出さないようなものに投資していたわけなんですけども、それをうまく現金化できたことによって、その現金でですね、何かですね、収入を生み出すものを買うことができるというところで、このお金ですね、JEPQ を買い増すことができるので、そこはね、良かったのかなというふうに思ってます。そしてですね、10月から12月の活動については、退去された家のリフォームやら、まあ、それのね、賃貸付けとか、そういったところがね、メインの活動になっていくのかなというふうに思います。そしてですね、まあ、そういった活動でもちろんね、リフォームとか、まあ、そういった紹介料とかでお金はかかってくると思うんで、その残ったお金で金融資産を買っていくと、まあ、そういったところでていくというつもりになっています。まあ、とはいえですね、毎回毎回のことですけども、予定している活動とはね、別のことというのがですね、毎回毎回何かしら起こってくるので、今からの3ヶ月間もですね、また何か起こるんじゃなかろうかと思いつつ、まあ、それに備えてですね、まあ、多少は現金残しながらやっていきたいなというふうに思います。というわけでね、今日は7月から9月どんなことをやってきたのかという報告と、10月から12月はどういう予定なのかというですね、まあ、そういったところを皆さんにお知らせする動画というふうになりました。最後までご覧いただきありがとうございます。失礼いたします。